この番組は MBJ トラベルの提供でお送りします。はい、始まりました Miyako Podcast。 今日のゲストは、旅するカメラマンのナンヤさんに来てもらっています。はい、ナンヤさん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ナンヤさんはですね、はい、愛知県出身なんでしたよね。はい、愛知県出身です。はい、愛知県出身で、今長崎からちょっとお届けしてるんですけども、はい、今長崎にいらっしゃって、まあ、ここ2年ぐらい旅をしながら、はい、カメラのお仕事をして、まあ、ライターさんとかもね、はい、やられてるということで、私たち上五島っていうね、長崎県 の離島の上五島 のゲストハウスでありまして、はい、今回ちょっとスカウトさせていただいて、 ありがとうございます、はい、出ていただいてます。はい、そうですね、今は長崎にいらっしゃいますけども、はい、今までどういう形で、まあ、2年間旅をされてたということなんですが、はい、どんな感じで旅をされてたんでしょうか。どんな感じで、まあ、どこから始めてとか。どこから、最初に行ったのが宮古島で。宮古島、沖縄のね。そうです、離島ですね。離島です。私たち会ったのも、はい、そうですね、上五島。結構好きなんですよね、島好きということで、はいはい、とりあえずなんか日本全国を制覇したいなっていうことで、うんうん、最初沖縄の宮古島に行って、はい、そこからどん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 上に行く感じで、うん、はい、まあ、とりあえずもう制覇はしたんですかね。いや、実は青森とか辺、東北がまだちょっと行ってないので、はい、でも今ちょっとまだ九州なんですけどそうちょっと仕事の関係で九州に戻ったって感じです。そうなんですね。じゃあまだ制覇してない東北をこれからまた攻めていくっていう予定ではあるっていうことなんですね。はい、そうですね。はい、でカメラマンっていうことなんですけども、はい、どういう素材を撮ったりとか、今どういう感じで、まあ昔でもいいんですけど、まあ、はいはい、変遷というかカメラマンっていろんなもの撮られるじゃないですか、はい、メインでどういうもの撮られるんですか。メインですか。もともとカメラマンになりたての時は、はい、モデルさんを撮るような事務所、フォトスタジオに勤めていて、はいはい、でなんか美しいものを撮るみたいな感じだったんですけど、うん、はい、あんまり興味がなくて、それに普通の人を撮りたいなと思って独立したのがきっかけです。あ、そうなんですね。独立されたのはどれくらいですか。はい、まあ、今から5年前ですね。あ、5年なんですね、はい、もう結構長めに。そうですね、なんだかんだ生きてこれるっていう、はい、力強い言葉をね、なんだかんだ生きていける、みんな独立してもやっていけるということで。いや、でもね、カメラマンって結構なスキルだと思うんですけど、はい、カメラだけじゃなくてライターさんもされてる。そうですね、今はライターもしていて、はい、でもライター始めたのは多分1年半ぐらい前なんで。そうなんですね。もう全然先輩です。いやいやいや、私もちなみにですね、ちょっとライターの仕事もしたりはするんですけど、私1年もしてないので。あ、そうなんだ。はい、ちょこちょこってライティングはしてるんですけど、はい、ちなみにもしご興味があれば、私が長崎観光のね楽天とかにも載せてるので、そこのリンクも貼っときますね。あちなみに、しかもナンヤさんは今連載をされてるということで、はい、どちらのメディアでしたっけ。マイナビニュースの。マイナビニュース、皆さんね、はい、ご存知のマイナビニュースで、毎月ですよね。はい、不定期更新なんですけど。不定期更新、一応でも月の、はい、まあ、案件ということ で、 そうです、ね、毎月どれくらいやってるんですか。毎月最低2本上げるようにしています。それが大体1年半やられてるってことですか。それがちょうど1年ぐらいですね。あ、そうなんですね、はい、その旅の、まあ、どういう感じで書いてるんですか、はいはい、その旅の経験。なんか 旅をしたその様子だったり、うん、その旅先で出会った人に取材をしたりっていう感じで、はい、なんかちょっと逆のパターンですね。私がまだなんか旅とか今ハフっていうね、はい、お互い使わせていただいてるサービスがあるんですけど、うん、まあ、そういうのでね、会った人たちと私はちょっとスカウトして、うん、ちょっとポッドキャスト出ませんかっていう形でしてるんですけど、そういう感じで
フィーチャーしたりもするっていうことですね。そうですね、本当にいつもやってるようなことです。いつもそんないつもやってないですけど。はい、そうですか。まあ、前髪のね、はい、もうちょっとリンク貼らせていただいて、どういう形か皆さん見ていただきたいと思うんですけど、顔出し NG ということで、ね、そうなんですよ。ちょっと顔はね出さないことにして撮る側で書く側なんで、ね、そうなんです。私も一緒なんですよ。顔出し NG でちょっと SNS だとかね、はい、宮古津ポッドキャストも横顔を映ってるんですけど横顔、はい、ね、ちょっとね、そういった同じちょっと境遇、はい、境遇というか、ね、はい、ちょっと仲良くさせていただいていますけども、これからなんか、はい、長崎を結構回るんですか？最初福岡から入って、はい、まあ、ハフの拠点を回るっていう旅なんですけど、そうですね、今ちょっとハフさんの、まあ、案件もやられてるっていう形で、はい、で、そうですね、ハフを利用してちょっとね、まだハフがわからない方はちょっとリンクも載せとくんで見せていただいて、定額制のね泊まり放題のサービスでっていうことで、うんうん、それの記事もされ、記事も書く、そうですね、うんうんうん、それもマイナビで上げさせてもらおう。マイナビで、すごいですね。マイナビといえばなんやさんということでマイナビニュースにですね、はい、そうなんですね。今までまあいろいろこう書いてきたと思うんですけど、はい、毎月なんか面白い人とか記憶に残ってる場所だとかエピソードとかってありますか？やっぱり宮古島ですね。一番最初の一番最初に、なんかまだその旅をしながら仕事をするっていうのが、うん、まあ、2年前なんですけど、はい、周りにも全然浸透していない時期で、うんうん、本当にやるのっていう感じの反応だったんですよ。まあ、特に名古屋っていう土地柄もあると思うんですけど、うんうん、で宮古島に行ったら私と同じように仕事をしてる人が結構いらっしゃって、はい、結構リモート流行ってるというか早めに始まってたんですね、うん、早かったですね宮古島は。うーん、どういう方が？まあ、エンジニアさんとか、うんうんうん、デザイナーさんとか、もうパソコン一つで やってる方が多くて、はい、まあ、それを見ながら、あ、こういう働き方ありなんだなみたいな で感化されて、あ、そう、また感化されてあ、そこで、まあ、いろんな方にお会いして、あ、そうです、そうです。なんかちょっと記憶に残ってるなんか面白い人とかいました？面白い人、記憶に残ってる。あ、でも地域おこし協力隊の人と結構絡ませていただいて、それも宮古島で。宮古島です。あ、 いますよね、各地の地方に。そう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 、地域おこし協力隊って言って、結構都会から何かスキルを持った人がその地域を盛り上げるためにね、派遣されてるっていう制度がありますけど、うん、宮古島も、私もちょっと沖縄那覇しか行ったことないんですけど、ね、島がいっぱいあって、どうでした？宮古島はなんか時間の感覚が狂いますね。でも島あるあるじゃないですかね。そう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 、五島もね結構島の、もう全然なんかあれあれみたいな島時間とかねありますけど、島時間ですね。でもゆったり、ゆったりして、ストレスそんなになく、はい、すごい良かったです。で沖縄の次はどこ行かれたんですか？沖縄の次は鹿児島かな。あ、そうです、この上がってって。いやいや、でもね、奄美大島とかもね、鹿児島でこう沖縄に近いですもんね。なんか錦江町っていう結構コアな錦江町知らないですよね。ちょっと知らないですね、錦江町。ちょっと後で本州最南端みたいな感じのとこなんですけど、はいはいはい、そこにしばらく、そこに1週間、2週間ぐらいかな、いましたね。ゲストハウスですか、それも？そこはなんか一軒家みたいなとこに。一軒家、はい、じゃあもう個室で自分の。あ、そうです、そうです。でそこにもなんか同じようなフリーランスとかその、はいはい、旅するエンジニアとか、なんかそういう人たちもいましたね。なんか九州多いんですか ねどこにもいるんだなって。どこにもいるんですね。でも海外でも結構もう4、5年前から当たり前でいろんなとこいるんですけど、うん、日本で私もそんなにお会いしたことなくて、まあ、そういった島とかに行った方がそうです、ね、いいのかもしれないですね。やっぱりこう都会の、その葛藤の中でなくね、島でゆっくりとした時間の中でこう仕事をするって、なんかそうした方が生産性もね上がるっていう人もいますし、本当にその通りだと思います。そっかそっかとか言って
そうなんですね。でもなんかこれからでも国内をじゃあ制覇した後は、はい、その後海外に行こうかなっていう感じですか、はい、海外に行こうかなっていう感じもしてるんですけど、うん、なんかどっか拠点を持ちたいなっていう思いも最近。それは日本で日本ですね。日本で 今のところまだどこかは、いやどこかはちょっとなんかいいとこがありすぎて、どこがいいか分かんなくなってきたっていう。おで一応候補はいくつかあるってことですか。そうですね、候補はいくつかあるんですけど、ちなみにそのまあいっぱいあると思うんですけど、候補のちょっと上の方だと上位どこだろう、心に残っているところが。長野県が大好きで。長野県はまあ広いと思いますけども、どのあたりですか。長野県の松本の近くです。あ松本城もね有名ですけども、はい、松本のどこが。なんか松本とか安曇野とか、はい、あの辺のなんかの風景が好きで。あ自然も豊かですもんね。そう東京にも綺麗だし、東京にも程よく近くてね。あ確かに便利ですもんね。名古屋からはちょっと行きにくいんですけど、すごい。松本は確か特急がね東京まであったと思うので。そうなんですね。まあ確かにまあ、いろんなところを見て、まあ、いろんなことを感じていろんな人に会って、まあ、ご縁もあると思うんですけど、まあ、今後ね、はい、まあ、ちょっと長崎もその候補の一つに入ればいいなとは思うんですけども、はい、南谷さんみたいなね、カメラとまあ、旅をしながらカメラでですねお仕事をしている人とも長崎でこう来ていただいて、結構今ハフで収録をしてるんですけど、ハフ祭というところでね、最近はそういったフリーランスの方とか、企業さんでリモートで働いてる方もいっぱい来たりもしてるので、まあ、そういった方といろんなお話をしていただいて、ちょっと長崎をね地元の人ともちょっと地元の方とも触れ合っていただいて、新しい感性とかね、はい、考え方を広めていただければと思っております。はい。でまたちょっとね観光地まだ行かれてないですかね。まだ長崎は行ってないですね。まだ行ってない、はい、まあ、ゆっくりしたいタイプだとは思うんですけども、はい、はい、まだ1週間2週間いらっしゃるんですかね。はい、はい、いらっしゃるということで、ちょっとね私もいろいろ長崎のいいところをご紹介させていただいて、はい、観光していただこうと思います。はい、はい、今日はそうですね、急なんですけどもありがとうございます。ありがとうございました。はい、南谷さんでした。この番組は MBJ トラベルの提供でお送りしました。